AJ ユナイテッド魔球5種類バーディチャレンジ。僕ら魔球5種類持ってるんですけども、まあ1個ラグビーボールなんですけどね。まあそうですね。それでバーディチャレンジをね、全部のボールでやったことねえじゃねえかよと話になりまして。確かにバーディはやってないですね。いや、めちゃくちゃ話題になりましたよね。そんなに話題にはなってないかもしれないですけど、すんごいんだから。もういや、コメント欄荒れてた、炎上しましたよ。マジかよ、髪の毛並みに。今回 PK の距離に、マーカーを置きましたので、ここから5球のね、はい、魔球たちを全て蹴って当てた方が勝ち。なるほど。5球ずつぐらいなんだけども、何蹴っても OK、うん、ただ当てたやつはもうなくして、全て5球を先に当てた方が勝ちと。なるほどね。相手の蹴ってるやつをボール見ながら、これ蹴りやすそうだなと思ったらもう切り替えちゃって OK なんで。うわぁ、そうだね。ということでやっていきたいと思います。いきましょう。チャレンジスタート。今回使っていく魔球は1,2,3,4,5,6 ね。何を入れたいわ。一番難しいの混じってんな。頑張りたいと思います。僕ちょっと6球ね、かましますわ。待って5個でいいんやで、ね、おい。一番うるさいのがいるんだよ。一番お前ボールは喋んねえからな。言うとくけど。じゃあ樹海さん、どっちから蹴りますか。それ樹海さんじゃないけどね、先に言っとくけど。最初はグーじゃんけんほい。どっち先行くわ。はい、ということで、僕の方から5球まつけていきたいと思います。最初はちょっと決めやすそうなゴールキーパー専用ボールの三角のボールから蹴っていきたいと思います。いやいや、待って。ちょっとキッカーボールに変更します。3球目。うわー、高い。うわ、どれから行こうかな。ちょっとキッカーボールから行きます。おいおいおい、いいね。軽い系からちょっと攻めていきたいと思います。次、ブラックボール。厄介で野郎だぜ。オッケー。さあ次、いや先にオレンジ終わらせるわ。さあ5球目ラストいきます。あー、くそー。おい、危ねえな、こら。おい、来いよ。全部、伸び巻いてるおにぎり。厄介なんで。よし。よし。これはでかい。ちょっと、今のすごいな。ブレーダーマスターいきます。ちょっと難しいやつから抑えていく。ああ、ダメだ。全然違う。これむずいな。今若干風が不安定なんでラグビーボールでいきたいと思います。で、なんでラグビーボール選択したら風止むの。ちょっとむずいかも。惜しい。今あんま風ないんでキッカーボールでいきます。あと2球、4。大体こういう時吹いてくるから。やめろよ。あ、本当に吹いてきたじゃねえかよ。
いや、これさえ押さえとけば、いや、まあ、そうだね、なんかなると思う。そうだな。あー、ダメだ。やっぱ低くなるね。おお、え、逆に。そう、強めでいきます。とりあえずキッカーボール終わらせます。あ、やった、よし、ブリロースター行きます。うわ、上がって、これマジむずいから。うわ、上がんねー。手使う癖ほんと直した方がいいぞ。いや、ここさえやっちゃう、結構あといけると思うんだよな。マイクじゃねえな。あー、当ててこれ。うわうわ、惜しい。帰んない帰んない。これはでかい。経験者じゃねえぞ、ラグビー。顔はおっさんなんだよな。ありがとう、女神。いや、おっさんだもん、それ。顔はおっさんって言ってるって。おっさんだろうが。ありがとう、女神。いや、おっさんなんだよ。顔がおっさんなんだよ。顔がおっさんの時点でもおっさんにしてくれ。いや、顔がおっさんの女神もいるな。顔がおっさんの女神嫌だろ、お前。顔がおっさんの女神なんて、二丁目にめっちゃいるから。お前、二丁目じゃねえんだよ。はい、ということで、二丁目だと思った方はですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。
厳しいんだよ本当に。厳しいってなんだよ。また次回動画でお会いいたしましょう。さよなら。